日本暑さ半端ないまあでも日本って大体の家庭クーラーあるんでクーラー入れればいいんじゃないですか。あとあのなんかその熱中症でなんか50人以上の方亡くなってるんでしたっけ今日本。でなんかそのうちそのクーラー入れてなくて亡くなった方が結構いるっていうすごいですよね。そのクーラー入れられないんだったら何でクーラーつけたのっていう話とそのクーラーも入れられないような状態の人であれば多分その。 あの家にいるべきじゃないと思うんですよね。なので、なんか、いまいち、どういう理由でその人がそのクーラーを入れないで熱中症で亡くなったのかよく分かんないんですけど、何なんだろうなと思ってます。まあ、僕もほとんどクーラー使わないんですけどね、東京に行った時も。えっ、ー、と、先週、あの家、えー、と9月、ちか8月の2から5まで東京にいたんですけども、クーラー1回だけ使ったかな。 あのそのえー、とビールを試飲してそれの乾燥を言うっていう時にそのあの汗だくなのも何な,なのでその時だけクーラー入れた感じでそれ以来ずっと僕汗だくで部屋の中にいましたね。あのそのフランスから日本に入国した場合って14日間あの自宅待機しなきゃいけないんですよね。 そのあの一応その,あの抗体検査で陰性っていうのは出てるんですけど、陰性とはいえ14日間あの外出ちゃいけないよっていうのがあって、でそのアパートの中にずっとあのこうクーラー効かせないでいたっていう、そういう状態でさえ、ね。